ピンポンは日本の漫画家松本太陽によるスポーツ漫画。週刊ビッグコミックスピリッツ1996年第14号より連載が開始1997年第29号の第55話をもって完結した。神奈川県藤沢市を舞台に卓球に魅了された5人の高校生によるスポーツアクションや才能をめぐる青春が描かれている。 単行本は1996年9月に第1巻初版が発売、翌年10月までに前後巻が発売された。2002年に外史文彦監督、久保塚洋介主演で劇場映画化、2014年に湯浅正明監督による t v アニメが制作された。松本太陽は1987年に後段者のモーニングパーティー増館にて、 漫画家として商業デビューを果たし、1988年より、モーニングでストレートを発表し、長編連載デビューした。ピンポンは松本が小学館へ移籍してから制作され、小学館市場では、ゼロ、花男、鉄コンスジクリートに次ぐ4作目の連載作品である。当初、松本の編集を担当していた人物は、非常にスポーツを愛好しており、 松本も、また小学生から高校生までずっとサッカーに励む、スポーツ少年であった。その点で、意気統合していた両者は、スポーツ漫画として、ゼロ、花男を発表した。ピンポンの制作以前には、サッカー漫画の構想が立てられていたが、松本は、自身が、長期の連載をしない性質にあり、試合ごとに、最低22人が登場するサッカーを描くことは、 困難と判断し、個人競技を描く方向へ転換した。卓球が題材となったのは、取材のために、スータのスポーツを鑑賞した松本が、競技自体の認知度の割に、卓球選手ここに線形があったり、ラケットやラケットに貼るラバーの種類が多いことなど、知られていない面が多く、魅力を感じたためであった。松本は作品によって、絵柄を大胆にシフトチェンジする傾向があり、 前作の鉄コンスジクリートではフランクミラーの白黒のメリハリが強いイラストレーション色の強いタッチであったがピンポンではこのタッチはなりを潜め細線を多用した黒みの薄いタッチが採用された神奈川県藤沢市星野博史と月本誠は共に田村卓球場で小学生時代から卓球をやってきた幼馴染みペコは 確かな実力を持ちながら己の才能にうぬぼれ、誰に対しても不尊だった。一方のスマイルは、決して笑わず、不愛想で、そんな態度からペコに、スマイルと、あだなされていた。共に、片瀬高校の卓球部へ入った二人は、春、県内の辻堂学園学院卓球部へ、上海のジュニアチームから留学してきた、高文学が、留学生として雇われたと知る。 二人は辻堂学院へ偵察に訪れ、チャイナとの対戦にこぎつける。しかしペコは、チャイナ相手に一点も取れず大敗した。続いてチャイナはスマイルへ勝負を持ちかけるが、スマイルはまるで興味を示さなかった。一見すると卓球で勝るのはペコであったが、チャイナはスマイルが、抜群の素質を持っているのを見抜いていた。スマイルの才覚を嗅ぎつけたのはチャイナだけではなかった。 片瀬高校の卓球部顧問である小泉城は、スマイルが才能とは裏腹に勝利へ、全く執着がなく、真剣勝負でも相手の心情を考慮し、特にペッコと試合する際には、無自覚に手を抜いていると看破し、彼をさらなる高みへと登らせるべく過酷な指導を、試みる。同時期、県内最強と歌われる、海王学園高校卓球部の風間隆一が片瀬へ、偵察にやってくる。 インターハイ優勝の実力者である風間ですらスマイルの実力を脅威に感じるほどであった。それでも風間にとってスマイルはあくまでも脅威なり得る存在でしかなく、今度のインターハイでの優勝は確実であると公言する調子だった。やがてインターハイ予選が開幕した。ペコ、スマイル、ドラゴン、チャイナ、それぞれ順当に勝ち上がっていく。3回戦でスマイルは チャイナと対戦した。留学生として注目を集めるチャイナの勝利が確実視される中、スマイルはチャイナの実力を初セットで見極め、次のセットからまるでロボットのように正確無比なプレーでチャイナを追い詰める。スマイルの勝利が目前になったところでチャイナのコーチがここで負ければ中国代表への道は閉ざされると決行した。その意味を察知したスマイルは途端に萎縮し、 結局、チャイナが勝利を挙げた。その一方で、ペコは準々決勝まで順当に勝ち上がった。準々決勝の相手は、同じ道場出身のもう一人の幼馴染、佐久間学部であった。以前は、悪魔相手に圧倒的な実力を見せつけていた、ペッコだったが、この対戦では地道な努力を重ねた悪魔に終止、優勢を握られ、愛なく敗退した。 さらに別の準々決勝戦では、チャイナとドラゴンが対戦する。実力者であるチャイナをもってしても、日本国内最高峰に立つドラゴンには全く歯が立たなかった。インターハイは、ベスト4をすべて海王の選手が独占してみせた。インターハイ予選を終え、全国大会へ進出した海王学園は、団体戦の序盤で敗退した。個人戦で優勝を果たした風間は、 近年の海王の弱体化を憂い、インタビューにおいて、優勝には、スマイルレベルの人間が必要だと出現するほどになっていた。そのスマイルは次の大会へ向けて、小泉に、さらなる指導を受け、練習試合で、県内の実力者を次々倒して、名を上げていた。しかし、小泉の過剰なスマイルへの入れ込み、スマイルの独善的な卓球への熱は、他の卓球部員との圧力を生んでいた。 ペコは悪魔に敗戦したのがこらえ、すっかりやる気を失っていた。そんな中で、悪魔は、ドラゴンの発言で、スマイルへの敵意を剥き出しにして、単身片瀬へと乗り込み、スマイルへ試合を申し込む。かつては、悪魔が上昇だったが、才能を開花させつつあるスマイルの前ではなす術なく、敗戦した。地道な努力と、対戦相手の研究を重ねた悪魔はそれらをもって、 しても勝てないことを嘆くが、スマイルに、それは、卓球の才能がないからだと一周された。試合を終えて帰宅する途中、悪魔は、苛立ちから、障害事件を起こし、停学処分と、卓球部の強制退部を余儀なくされた。一方で、スマイルの言葉はペコにも突き刺さり、ペコは、学校の焼却炉で、自身のラケットを燃やしてしまった。すっかり生き承した、彼を、 久々に、道場へ訪れた悪魔が激励した。ペコは誰よりも才能に恵まれ卓球を愛していると、才能に恵まれずも、卓球を愛した悪魔は知っていた。一年発起したペコは、道場で指導する、おばばへ懇願し再び卓球へ向き合う。おばばもまた、小泉と同時期に活躍していた卓球の名手であった。彼女の指導の下、堕落した。 基礎体力を取り戻したペコは、おばばの息子が指導する大学の卓球部で指導を受ける。バックハンドの弱点どうにも克服できなかったペコは、ペンラケットの裏へラバーを貼って繰り出す、リメンダ法を得得し、たちまち秘めていた才能を開花させ、誰もが驚く速度で進化した。同時期、片瀬へ再びドラゴンがやってくる。今度は、正式にスマイルを引き抜こうという魂胆であった。 環境という意味で若狭世よりも海洋が優れると踏んだ小泉を遺跡を推奨した。精神を疲弊させたスマイルは普段のジョギングのコースを外れ途方もない距離を走った。両親との距離が遠いスマイルが密かに他人とのぬくもりを必要としていると理解した小泉、さらに卓球部の首相を務める大田はスマイルへ卓球選手としてではなく人間として歩み寄る。 卓球部とスマイルとの間にあったわだかまりは一応は解消された。そして一年が経過し、再びインターハイの季節がやってきた。ペコの初戦の対戦相手は偶然にもチャイナであった。チャイナは一年間で日本に順応し、かつてはバカにしていたチームメイトとも打ち解け、実力も当然上昇していた。しかしペコは第一セットから、 前回の対戦との違いを見せつけ、接戦ながらストレート勝ちを決めた。一方、月本は2回戦で海王の副首相であるサナダと対戦する。ドラゴンには劣るものの国内でも規格外と評される、実力者との対戦にもスマイルは全く怯えず、圧勝してみせた。ドラゴンも、また元来の実力で順当に勝ち上がっていく。そうして、ベスト4へ勝ち上がったのはペコ、スマイル、 ドラゴン、そして、海王の猫田であった。準決勝で猫田と対戦したスマイルは、これまた圧倒的な結果で勝利してみせた。一方、ペコは急速な成長に比例したオーバーワークが、災いし膝に爆弾を抱えていた。周囲から危険を進められながらも、ペコは、スマイルが上で呼んでいるという。小学生の頃から不愛想でいじめられっ子だった、スマイルを助けたペコは、 彼らの間でヒーローだった。ところが最近になって、ペッコはすっかりやる気を失い、いつしかヒーローの存在感が消えてしまっていた。そのヒーローをスマイルがずっと待っていると、ペッコは悟った。準決勝、ペッコはドラゴンに会えなく1セットを選手され、全く打つ手がなく追い込まれる。しかし試合中、真珠でスマイルと会話を交わしたのをきっかけに復活し、 まるで遊ぶように大胆で自由な戦定へと変貌、セットを取り返してみせた。ペコのプレーは観客だけでなく対戦相手であるドラゴンすら歓喜させる面白さだった。長らく強者の重圧、首相としての責任を背負い卓球を憎んですらいた。ドラゴンはペコとの対戦でやがて喜びをあらわにした。試合はペコが勝利した。決勝戦はおばばや小泉や道を 悪魔チャイナドラゴンらがどこか嬉しそうに見守る中、共に片瀬高校同士、ペコとスマイルの対戦となった。膝を痛めたペコ相手に、スマイルは一切手を抜かない。一方でペコも傷をまるで感じさせない大胆なプレーで応戦した。その様はただ卓球を楽しむ少年でしかなかった。5年が経過した。スマイルは小学校の教諭を目指しながら、道場で、 ジュニアの指導をしていた。そこへ親しい仲となったドラゴンが顔を出し二人は昔を懐かしみながら語り合う。ドラゴンはプロの卓球選手となったが日本代表から外れ、己を凡庸な選手で終わるかもしれないと憂いていた。悪魔は高校生の頃から交際していた女性と結婚を決めた。ペコは若くしてドイツのプロリーグへ進出し人気を集めていた。 声の記述はアニメ版、縁の記述は映画版である、線形線形かつては東日本に辻堂ありと言われた強豪校だが、近年は弱体化の一途、中国から選手権コーチとして穴を招き、騎士改正を図る。その他に、鉄コンスジクリートの蛇が、東道大学の卓球部員として、第32、34、36話で亀を出演している。 2010年に山陽から発売されたパチスロ5号機。アート、ボーナスタイプの機種でゲーム数によるゾーン抽選で発動するアート、ピンポンボーナスが特徴。漫画の連載終了から4年以上が経過した2002年、初頭に映画の制作が発表され、同年7月に劇場公開された。片瀬高校1年の星野は将来ヨーロッパに行って、 卓球で頂点を目指すという夢を持っている。その割には、卓球部の練習はサボってばかりで、マイペースだ。星野の幼馴染みの月本は、幼い頃いじめられていた時に、いつも星野に助けてもらった。月本の中では、星野はヒーローであった。星野に卓球を習って、目立たないが、卓球の才能を持っている月本は、インターハイチャンピオンの海王学園の風間や 中国のナショナルチームから落ちて日本で再起を図る穴からも注目されている。しかし月本は卓球は人生の暇つぶしと考えてクールに取り組み月本を鍛え上げようとする顧問の小泉にも反抗しがちだ。そしてインター拝見予選が始まる。星野は幼馴染で風間に憧れて海王学園に行った佐久間に敗れる。月本は穴を追い詰めるが 上をかけ逆転負けをする。風間に認められたい佐久間は、月本に試合を挑むが乾杯し、退学し卓球を離れる。一方、卓球をやめようとしていた星野に会い、卓球を続けるように励ます。星野は、再起を起して、田村卓球のおばばの下で鍛え直す。月本も、小泉と信頼関係を築いていき、特訓を始める。そして翌年のインターハイ予選は始まる。 月本は圧倒的な力で決勝に進んだ。星野は穴を下し、準決勝に進む。そして膝痛のため、危険を進めるおばばの忠告を蹴って、月本が待っているからと言って、風間と戦う。風間は意地をかけて、勝利を目指すが、星野は月本の友情に力を取り戻し風間を下す。視力を尽くした戦いに、風間は幸福を感じていた。 月本はヒーローである星野との決勝に臨む。そして、星野は月本に勝利し、優勝を果たした。ピンポンザアニメーションのタイトルで、2014年4月より6月まで、富士テレビ、の痛みな枠にて放送された。原作の絵をほぼそのまま再現し、アニメーション化させるという試みが行われている。また、本作にはあらかじめ脚本はなく、 監督の湯浅正明自ら絵コンテから描き始め、そこでセリフ等を決めている。2015年東京アニメアワードフェスティバル2015でアニメオブザイアー部門テレビ部門グランプリ受賞。作中では松本が連載時に着想はしたものの、作中では描けなかったエピソードが湯浅の手によって多数映像化されている。その他、連載時との時代相違を考慮した変更が、 行われている。2014年8月27日にアニメの全11話とサウンドトラックを収録したボックス仕様で発売された。企画品版は、アンスックス -6281、アンズベ -6281、アンスビー -6281、ピンポンザアニメーション超高速、スマッシュパズル、 というブラウザゲームが2014年4月11日から提供された。ジャンルは、卓球パズル。基本プレイ無料のアイテム課金制。カルチャーによる制作で、ヤフーモバゲーでの配信。ピンポンに関するカテゴリー、ピンポンザアニメーションに関するカテゴリー。ありがとうございます。